カーボベルデ、カーボベルデ共和国、通称カーボベルデは、大西洋の中央、北アフリカの西沖合のマカロネシアに位置する、バルラベント諸島とソタベント諸島からなる共和の国家。首都のプライアは、サンティアゴ島に位置している。カーボベルデは島国であり、15世紀から1975年まで、ポルトガル領であった。独立に際して、 アフリカ大陸部のギニアビサウと連邦を形成する計画があったが、1980年の同国で発生したクーデターによって頓挫し、現在に至っている。かつてはポルトガルの重要な植民地であったが、史跡としてはフランシス・ドレークによって破壊されたマチシュダーデ・ブーリアが残っている。ポルトガル語諸国共同体、ポルトガル語公用語アフリカ諸国の加盟国。 正式名称は、ラプーブリーカでカーボベルデ。通称、カーボベルデ、カーボベルデ。日本語の表記は、カーボベルデ共和国。通称、カーボベルデ。カーボベルデ、カボベルデとも表記する。国名は、カーボベルデ共和国の対岸にあたる、アフリカ大陸生誕の岬。カーボベルデ、ベルデ岬。ポルトガル語で、緑の岬の意に由来する。ただし、 ベルデ岬自体は、セネガル領。ポルトガルの冒険家が1456年と1460年に、最初にこの諸島に着いた時は無人だったが、卓越風、海流などにより、ギニア海岸地方より、セレール人、ウォロフ人,人、レブ人、ムーア人の漁師などが訪れていたと思われる。アラブ人、フェニキア人が昔から訪れていたという民話伝承がある。 ポルトガルの冒険者、ジャイメ・コルテさんは、アラブ人は塩田に塩を取りに来ていたことを記録しており、サルアイランド、ソルトアイランド、サル島、塩の島を指していると思われる。分かっている、カーボベルデ氏の日付は15世紀に到達した最初のポルトガル冒険者による。1444年、ディアゴ・ディアスはいくつかの島を発見した。1455年には、 ジェノバ商人のアントニオノリとポルトガル人のディオゴ・アホンソが訪れた。その後数十年にエンリケ公会王子の仕事についていたカダモストとアントニオノリが残りの島々を発見した。1462年にポルトガル居住者は初めてサンティアゴ島に到達し、熱帯最初のヨーロッパ人の居住地となるリベラ、グランデ、今のシダーベイリアを創設した。 植民地化が始まった当初は、マデーラ諸島やアソーレス諸島のような、ポルトガル人の大規模移住は行われなかったが、16世紀には、アフリカから南北アメリカ大陸へ向かう奴隷船の中継拠点となり、奴隷貿易で栄えた。カーボベルデには入植した、ポルトガル人と連行された、アフリカ人によって、クレオール文化が築かれ、両者の根血も進んだ。海賊がしばしば、 ポルトガル人居住地を攻撃した。1585年、イギリスの海賊サーフランシス・ドレークはリベーラ・グランデを略奪した。リベーラ・グランデは1712年のフランスの攻撃の後、1770年に首都となるプライアに比べてその重要性を失った。1912年のカトリック百科事典によると、カーボベルデ諸島は1460年に ギニアは1445年にポルトガル人によって発見された。これらの領土はクレメンス七世により1553年の1月31日に死境管区に選ばれた。カーボベルデ諸島は18世紀終盤以降経験する頻発する干ばつ、飢餓と奴隷貿易の衰退によりその繁栄は緩やかに失われた。しかしにおける中央航路の位置は カーボベルデを理想的な補給港をたらしめていたことから、19世紀には、サンビセンテ島にあるミンデロはその素晴らしい港により、重要な商業港となっていった。その一方で同じく19世紀には、断続的な干ばつや、ポルトガルからもたらされた、大土地所有制度の弊害などもあって、農業で暮らしていけなくなった、カーボベルデ人の外国移住が始まり、特に多くが、アメリカ合衆国へ向かった。 1951年に、ポルトガルのアントニオ・サラザール政権は、カーボベルデを含む各植民地のナショナリズムを緩和させるために、その法的地位を植民地から海外行政地域に変更した。しかし1956年、カーボベルデ人のアミルカルカブラルとラファエル・バルーボーザは、密かに、ポルトガル領ギニア、ゲンギニア・ビサウで、 ポルトガル領ギニアとカーボベルデの独立のためのギアカーボベルデ独立アフリカ等 PAIGC を結成した。PAIGC はカーボベルデとポルトガル領ギニアの経済、社会、政治状態の向上を求め、二両国の独立運動の基礎を成した。PAIGC は1960年にその本部をギニア共和国の首都コナクリに移し、1963年から ポルトガルに対する武装抵抗を開始したギニアビサウ独立戦争。武装闘争は結果的に1万人のソビエト連邦やキューバのサポートを受けた PAIGC の兵士と3万5千人のポルトガル人及びアフリカ人の軍隊による戦争になった。1972年までにはポルトガル軍が駐留していたにもかかわらず PAIGC はポルトガル領ギニアの三 4を制圧していたが、カーボベルデは地理的に隔絶しており、物流がさほどないことから、PAIGC はカーボベルデのポルトガル支配を破壊しようとはしなかった。しかし、1974年4月25日にポルトガルで起きたカーネーション革命を受け、PAIGC はカーボベルデでも活発な政治運動となった。1974年12月に、 PAIGC とポルトガルは、ポルトガル人とカーボベルデ人による暫定政府の同意書にサインした。九百七十五年一月三十日に、カーボベルデ人は国会を選出し、九百七十五年七月五日に、ポルトガルからの独立の法的承認を受けた。独立当初、ギニアビサウとカーボベルデは、統一国家建設を目指していたが、九百八十年の、 ギニアビサウでのジョアン・ビエーラ首相によるクーデターにより、カーボベルデ系の初代大統領、ルイス・カブラル、アミルカル・カブラルの弟が失脚すると、ポルトガル領ギニアは1973年に独立を宣言、1974年法律上の独立を認められる、両国間の関係は緊張した。カーボベルデは、ギニアビサウとの統一の望みを捨て、 PAIGC カーボベルデ支部は1981年にカーボベルデ独立アフリカ等、ペイクフに改組した。PAIGC ペイクフは一等制を樹立し、独立から1990年までカーボベルデを統治した。後に諸問題は解決され、現在両国間の関係は良好である。政権運営後、増大する批判を受けてペイクフは一等制を終わらせる。 憲法改正案を議論するための緊急議会を1990年2月召集した。反対グループは集まって1990年4月にプライーで民衆運動 MPD を形成した。ペイクフと MPD などの政党は共に1990年12月の大統領選挙への意義を唱える権利を主張した。一党制は 憲法改正によって1990年9月28日に廃止され、初の多数政党の選挙は1991年1月に行われた。MPD は国会での多数派を勝ち取り、MPD の大統領候補、アントニオ・マスカレニアス・ボン・イーロはペイクフの候補者を破り、1975年から大統領職にあったアリスティデス・ペレイラからその座を継いだ。 1992年には、再度憲法が改正された。1995年12月の議会選挙は、国会での MPD の勢力を増大させ、全72議席のうちの50議席を占めた。1996年2月の大統領選挙では、ペイクフをはじめとする野党は、候補者を擁立せず、モンテーロ大統領が再選を決めた。 1995年12月と1996年2月の選挙は自由かつ公正であると内外の監視団によって評価された。2000年と2001年の大統領選挙では、二人の元首相、ペイクフのペドロ・ピレスと MPD のカルロス・ベイガが主な候補者だった。ピレスはペイクフ統治時代に、ベイガはモンテイロの大統領時代に首相だった。両者とも、 半数近くの得票数の歴史的接戦だったが、ピレスが12票差で激戦を制した。2011年の大統領選挙では、MPD が政権を奪回し、ジョルジェ・カルロス・フォンセカが大統領に就任した。2016年の大統領選挙でもフォンセカが再選された。カーボベルでは国家体制として共和制、反大統領制を取る立憲国家である。 現行憲法は1992年9月25日に採択されたもの。1995年と1999年の2回、大幅な改正が行われている。国家元首である大統領は国民の直接選挙により選出される。任期は5年で、参戦は禁止されている。首相は国民議会により選出され、大統領が任命する。 内閣に相当する閣僚を評議会のメンバーは首相の推薦に基づき大統領が任命する。立法府は一員制の国民議会である。定数は72議席。議員は比例代表制に基づき国民の直接選挙で選出される。任期は5年。カーボベルでは憲法で複数正当制を認めているが実質的には二大正当制が機能している。 一方は、1975年の独立から1991年まで一貫して、一党独裁政権を担い続けた、中道左派のカーボベルデ独立、フリカ党、ペイクフである。もう一方は、ペイクフの一党支配に反発して結成され、同国史上初の政権交代を実現させた、リベラル政党の民主運動、MPD である。ペイクフは1991年に、 大統領職と行政府を MPD に明け渡したが2001年より再び選挙によって再び双方を掌握した。しかしその後2011年の大統領選挙で MPD が再度大統領の座を脱回し2016年には議会も MPD が多数派となった。ペイクフと MPD 以外の政党の勢力は限定的だが比較的有力なものに 中道右派の民主独立カーボベルデ連合、指導がある。司法府の最高機関は、最高司法裁判所である。法体系は、旧宗四国であるポルトガルの法体系が機関となっている。カーボベルデは22の基礎自治体に分けられている。最大都市は、ソタベント諸島、サンティアゴ島南東部にある首都のプラヤである。 これに次ぐのが、バルラベント諸島のサンビセンテ島北部に位置するミンデロで、両港を持ち古くから海運の要所として栄えた。カーボベルデ諸島、ベルデ岬諸島は、西アフリカ大陸部から約3 7 5トル、離れた場所に位置している。十の島、内九島が友人と八の小島から構成されている。大小の火山群島から成り、最高峰は、 保護等の保護山、2829メートル。地質学的には、プレートの運動により大西洋が拡大中に、ホットスポットで、マントルの部分誘拐通るで発生したマグマが、噴出した、玄武岩類が諸島を形成した。現在の島を構成するのは2000万年前から800万年前の火山岩である。 カーボベルでは、バルラベント諸島とソタベント諸島に分かれている。サル島、マイオ島、ボアビスタ島は、比較的起伏が少なく、砂丘島が見られるが、その他の島々は、山岳的な様相を呈し、高涼とした絶壁や荒れ地が広がる。カーボベルでは、井戸的には、サヘル地帯とほぼ同じであり、また周囲を寒流である、カナリア海流が流れることもあって、非常に乾燥しており、 降水量は130ミリメートルから多くとも300ミリメートル程度に過ぎない。干ばつが何年も続くことがあり、農作物などが被害を受けやすい。国全体が深刻な水不足に悩まされている。さらに稀に降る雨は、乾燥地特有の降雨パターンを示し、一度に集中して降るため、急峻な島々では土壌侵食も深刻な問題となっている。カーボベルでは、 他の小島諸国と同様、典型的なマラーブ経済であるとされる。マラーブ経済とは移民、マイグレーション、海外送金、リミテンセス、海外援助、つ、官僚機構、ビューロクラシーの頭文字を取った言葉で、小島諸国の経済は、産業よりもこれらの要素によって成り立っていることを、さすが、カーボベルでもこの例に漏れず、過剰人口の海外移民とそこから、祖国の家族への送金、 先進諸国からの海外援助とそれを差配する官僚機構が経済に占める割合が非常に大きい。特に海外送金はカーボベルで GDP の20%を占めるとされる。農業や漁業などの第一次産業は GDP のわずか12%を占めるにとどまっており、従事者の多さに比べそれほど重要な G を占めているわけではない。 特に農業は乾燥した気候と頻発する、干ばつによってほとんど自給的な段階にとどまっている。周囲に寒流である、カナリア海流が流れることから工業場となっているため、漁業は農業に比べれば盛んであり、魚介類は2013年のカーボベルデ輸出額の84.2%を占める主要輸出品となっている。中でも、マグロカツオ類が総輸出額のセントを 占めている。ただしカーボベルでの総輸出額は2013年度でわずか6900万ドルにとどまっており、産業の経済に占める割合自体が小さい。なお、同年の輸入額は7億2700万ドルとなっており、大幅な入庁となっている。資源には見るべきものがなく、わずかに塩が生産されるのみである。カーボベルでの主要産業は、 GDP の七十パーセントほどを占める第三次産業である。カーボベルでは大西洋上の洋上に位置し、海運、空運、いずれにとっても重要な位置にあるため、飛行する船舶並びに航空機が多く、この関連収入が重要なものとなっている。空運では猿島の中央に大規模なアミルカル、カブラル国際空港が存在しており、ヨーロッパと南米を結ぶ航空機の給油地として、 重要な地位を占めている。また海運においては、大西洋中央部における絶好の停泊地を提供しており、古くから海上交通の要所となっていた。19世紀以降は、両港が存在する三尾先手島のミンデロが交易拠点として栄えた。ミンデロには大規模な港湾が存在し、引き続き給油地として重要な地位を占めている。また、美しい海と、 風光明媚な自然から観光業が成長しており、主要な外科獲特源の一つとなっている。アフリカ内では、比較的安定した政治と自由経済とが、相まって、順調な経済成長が進んでいる。政府は、債務削減、成長産業への優遇税制導入、マクロ経済の安定、海外直接投資の呼び込み、社会サービスの向上などを主要の政策としている。 かつては、後発開発途上国に含まれていたが、経済成長によって2007年に指定を解除された。ポルトガル人とアフリカ系とのクレオール、ムラートが71%、アフリカ系が28%、ヨーロッパ系が1%である。公用語はポルトガル語だが、理解度は、必ずしも高くなく、最も広く使われているのはそのクレオールである。カーボベルでクレオール語である。 国民の85%が通常のローマカトリックであり、その他のカトリック教徒はアフリカの宗教の影響を受け、集合している。他にプロテスタント諸宗派が存在し、プロテスタントの宗派で最大のものはナザレン教会であり、その他にセブンスデイアドベンチスト教会、末日聖とイエス・キリスト教会、アッセンブリーズ・オブ・ゴッド、 そしてペンテコステ派と福音派の教会が少数、存在する。小規模なバハーイー教のコミュニティと小規模だが成長中のムスリムのコミュニティが存在する。無神論者は人口の1%以下だと見積もられている。2015年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は86.8%、男性 91.、91.7%女性。 82%である。2016年には GDP の5.4%が教育費に支出された。現在、本国の人口を上回る数のカーボベルデ人が外国で生活しており、重要なカーボベルデ人移民のコミュニティであるアメリカ、50万人のカーボベルデ系アメリカ人が生活し、多くはロードアイランド州からニューベッドフォードまでの ニューイングランド沿岸に集中しているのブロックトンに最も集中している。相当数のカーボベルデ系人人口がまた3イコール止め、プリンシペ、ポルトガル、カーボベルデ系ポルトガル人、8万人、アンゴラ、カーボベルデ系アンゴラ人、4万5000人、セネガル、2万5000人、そしてイタリア、1万人やフランス、オランダに存在する。アメリカでは移民一波は、 当国での人種主義政策からアフリカ系とみなされることを拒み、ポルトガル人であると称したため、黒いポルトガル人と呼ばれた。しかし、このような姿勢からカーボベルデ人と同様に扱われることを拒んだポルトガル系アメリカ人やカーボベルデ人が交流を拒否したアフリカ系アメリカ人との対立が進んだ。第一世代の子供と、 孫は1960年代の公民権運動に参加した。これは彼らと他の黒人グループとの関係構築を成した。カーボベルデ人はマカオからハイチ、アルゼンチン、北ヨーロッパにまで世界各地に移動している。カーボベルデの社会的、文化的パターンはポルトガルとアフリカの地方部のそれと似通っている。サッカーの試合と協会の活動は 典型的な社会的交流と娯楽の源泉である。伝統的に友人と会うために広場を歩くことは、カーボベルデでの街では、日常的に行われる。電気が普及した街では、二つのチャンネルが利用できる、カーボベルデのものとポルトガルのものである。カーボベルデの料理は、大概魚とトウモロコシと米のような主食を基礎としている。野菜は一年の大半を通してジャガイモ、 玉ねぎ、トマト、マニオク、キャベツ、ケール、乾燥豆が利用される。バナナやパパイヤのような熱帯性の果物は一年中入手でき、マンゴーやアボカドといったものは季節が限定される。カーボベルデで人気のある料理はカシューパである。カーボベルデの文学はポルトガル語圏のアフリカで非常に豊かだとされるものの一つである。著名な詩人としてセルジオフルゾーに エウジェニオ・タバレス、ビーレザ、ペドロ・カルドーゾが挙げられ、マヌエル・ロペス、エンリケ・テ・シェイラ・デ・ソーザ、アルメーダ・ジェルマーの、2009年にカモン・イース賞を受賞したアルメニオ・ビエイラのような作家も挙げられる。カーボベルデの音楽はポルトガル、西インド諸島、アフリカ、ブラジルの音楽から影響を受け、混合している。 アフリカ系の住民の多いソタベント諸島では、アフリカ系の音楽の影響が強く、ポルトガル系の多かったバルラベント諸島では、ポルトガルの音楽の影響が強く、バイオリン、カバキーニョ、ポルトガルギターが用いられる。カーボベルでの神髄たる国民音楽は、モルナ、バルラベント系であり、概してカーボベルでクレオール語で歌われる、哀愁あり、かつ熱情的な歌の様式である。 その他のポピュラー音楽のジャンルとしては、フナナー、ソタベント系や、バトゥー系、コラーなどが挙げられる。カーボベルデ出身の歌手の中でも最もよく知られた存在とは、セザリアエボであり、2003年に、米国グラミー賞も獲得した彼女の歌は、国歌とその文化の特質となった。ダンスの様式としては、ソフトダンスのモルナとモルナの近代化した、パッサーダ、ツーク、 ポルトガルとアフリカのダンスが混合した感動的なフナガー、最高度に感動的なコラデーラ、そしてバトゥーケのダンスが挙げられる。カーボベルデではシガーデ・ベイリアの建造物群が2009年にユネスコの世界遺産リストに登録された。第33回世界遺産委員会終了時点ではカーボベルデで唯一の世界遺産である。詳細はカーボベルデの世界遺産を参照。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。